下戸狩駅は静岡県寸東郡町泉町下戸狩にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB16、長泉町の南部にある駅。2002年に長泉なめり駅が開業するまで長泉町唯一の鉄道駅であった。駅の開業は御殿場線が東海道本線の一部であった1898年6月である。 当時の駅名は三島駅であり、当駅まで延伸された豆草鉄道との乗り換え駅としてにぎわった。1934年10月に下狩駅に改称され、1934年12月には熱海沼津間の新線開業に伴って二代目三島駅が開業を。スン線は下狩駅乗り入れを止め二代目三島駅に起点を変更した。これ以降、当駅は、 五殿場線の一中間駅となっている。五殿場線の途中駅の中で、丹那トンネル開通以前に、東海道本線の駅として開業した7駅の一つである。1889年に、五殿場線が、東海道本線の一部として開通した時、長泉村に、駅は設置されなかった。その後、伊豆半島中部へ向かう、豆草鉄道の計画が立てられ、東海道本線と、 豆総鉄道線の分岐駅が長泉村に開設されることになった。そして1898年に当駅の前身たる三島駅が開設された。丹那トンネル改作により高津熱海沼津間が全通し、高津五殿場沼津間が五殿場線として分離されたのは1934年である。熱海経由の新線開通に伴い道線に二代目となる。 三島駅が開業したため、当駅は、その2ヶ月前に、三島駅から、下戸狩駅に駅名を変更した。当駅が、三島駅として開設されて間もない1900年5月に、大和田高駅によって、作成発表された、鉄道昇華第一周東海道編では、以下のように豆草鉄道と共に三島を歌っている。関平大社とは、豆荘鉄道の三島町駅や二代目三島駅から、 ほど近い三島大社のことである。さらに、同年10月、鉄道昇華に倣って、早速発表された、豆草鉄道昇華でも、一家のようにこの駅を歌った。島式ホーム一面二線を有する地上駅。南北に伸びるホームの東側が一番線、西側が二番線であり、沼津方面へ向かう、下り列車は一番線を、御殿場方面へ向かう、上り列車は二番線を使用する。 一番線の東側にはホームのない側線が数本ある。駅舎は構内東側にあり、駅舎内分には JR 全線切符売り場が設置されている。駅舎とホーム間の移動用に一番線をまたぐ古線橋が設置されている。当駅は業務委託駅であり東海交通事業の係員が駅業務を行っているが、夜間は係員が配置されない無人駅となっている。 また、管理駅である、裾野駅が当駅を管理している。静岡県統経年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は1358人で、ある。近年の推移は以下の通りである。当駅から南東方向に歩くと、約25分で三島駅に行くことができる。注釈出店。ありがとうございます。